ただいまから令和5年度京都大学卒業式を行います。一同ご起立願います。礼。一同ご着席願います。学域授与、港総長お願いします。総合人間学部代表佐藤優子さん。学域佐藤優子、京都大学総合人間学部において総合人間学科を修め、学部所定の学士試験に合格したことを証明する。令和6年3月26日、京都大学総合人間学部長浅野幸太。京都大学総合人間学部長の証明を認めて、学士総合人間学の学位を授与する。京都大学総長港長宏。ごめでとうございます。文学部代表小山健太郎さん。おめでとうございます。教育学部代表清水和樹さん。おめでとうございます。法学部代表月原和樹さん。おめでとうございます。経済学部代表奥田正隆さん。おめでとうございます。理学部代表入倉大樹さん。おめでとうございます。
医学部医学科代表竹村雄太さん。おめでとうございます。医学部健康科学科代表山口明葉さん。おめでとうございます。薬学部薬学科代表沖戸良介さん。おめでとうございます。薬学部薬科学科代表東出萌樹さん。おめでとうございます。工学部代表本田智樹さん。おめでとうございます。農学部代表小笠原遥香さん。おめでとうございます。総長はご着席ください。学士課程各分野学位授与者数は総合人間学114名、文学231名、教育学68名、法学304名、経済学249名、理学298名、医学108名、人間健康科学105名、薬学19名、薬科学65名、工学936名、農学290名、学士課程総数2787名に授与されました。総長の言葉。
本日京都大学のさまざまな学部での学士課程を修了し、晴れて卒業式を迎えられる2787名の皆さん、誠におめでとうございます。ご来賓の井村博夫元総長、山際十一前総長、ご列席の理事、関係部局長をはじめとする京都大学の教職員一同及び在校生を代表して心からお祝いを申し上げます。また今日の卒業の日まで皆さんを支え励ましてこられたご家族やご親族の方々もさぞやお喜びのことと思います。卒業生の皆さんに代わり心から感謝しお祝いを申し上げたいと思います。京都大学は2022年に創立125周年を迎えましたが、1900年明治33年に第1回の卒業式を迎えて以来、124年にわたる京都大学の卒業生の数は皆さんを含めて225,898名になりました。振り返ってみると、大半の皆さんが新入生として京都大学に入学された2020年4月は、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい始め、全国的に緊急事態宣言が発出された時期であり、対面での入学式も中止せざるを得ませんでした。そのような中で始まった新しい大学生活で、本来講義室で教員や他の多くの同級生たちと一緒に対面で行われるはずの講義は、慣れないオンラインでの配信講義に変更され、楽しいはずのクラブやサークルなど課外活動も休止となり、皆さんは大半の時間を自宅やアパートにこもって生活をすることを余儀なくされました。この入学早々、全く先の見えない状況にさぞかし孤独で不安な思いをされたことも多かったろうと思います。ちょうど1年後の令和3年の4月には、感染症の波の合間を縫って新入生の入学式を挙行することに決めましたが、その機会にすでに2年生になられていた皆さんに対しても1年遅れの入学式をさせていただきました。その時の皆さんが今日このように一堂に集い卒業式を迎えられたことは、本当に感無量の思いでいっぱいです。1年遅れの入学式における式辞の中で、私は皆さんに、大学生活で最も大事なことの一つは新しい自己発見であり、それはしばしば新たな出会いによってもたらされるとお話をいたしました。コロナ禍という予測だにしなかった事態があったとはいえ、それまでの高校生活とは随分異なる学生生活の中で、皆さんには新しい友人や先輩、見せられた書物、心に残る出来事など、さまざまな出会いがあったことと思います。果たして新しい自己発見があったでしょうか。アメリカでは大学の卒業式をしばしばコメンスメントと言います。アメリカのほとんどの大学は入学式を行わない代わりに盛大な卒業式で祝福します。コメンスメントというのは本来始まりとか開始を意味する言葉ですが、大学の卒業式にこの言葉を当てるのは、それが人生の開始の儀式にほかならない、そういう意味合いを込めてのことであると思われます。ロンドンビジネススクールのアンドリュー・スコット教授とリンダ・グラットン教授はその共著、ライフシフト100年時代の人生戦略の中で、最良の条件下では21世紀に生まれた日本人の 50% は優に100歳を超えて生きることになるという統計予測を示しています。皆さんの多くはまさに21世紀の申し子であり、これから先実に長い人生を歩んでいかれることになりますが、
そこではこれまでの学生時代よりはるかに多くの、はるかに豊かな出会いに恵まれることになるはずです。したがって大学生活の終わりが自己発見の旅の終わりであるというわけでは決してなく、皆さんの自己発見の旅はこれから半世紀以上にわたって続いていくことになります。大事なのはこれからも新しい出会いを受け入れる間口をできるだけ広く開けておき、臆せずそれを受け入れていくことです。それらの経験から生まれる自己発見こそが、皆さんが潜在的に持っている可能性や能力を余すところなく引き出し、本当の自己発見に導いてくれるでしょう。21世紀の申し子である皆さんに与えられる100年時代の人生は、この自己発見と自己発言のプロセスを慌てずにじっくりと、時には何度でもやり直していくのに十分な時間を保証してくれています。今から13年前の2011年の3月に本学の経済学部を卒業された皆さんの先輩にあたる青山めぐみさんは、放送局に就職されて社会人としての生活をスタートされました。学生時代には米国の大学への1年間の留学をはじめ、世界各国でのボランティア活動やホームステイなど活発な海外での活動を経験される中で、いつかは国際機関で働いてみたい、国際交易のために働きたいという憧れが強くなっていったそうです。卒業後すぐに就職された放送局では、アナウンサーやニュースキャスターとしてテレビを中心としたマスコミの世界で大いに活躍されましたが、学生時代の思い捨てがたく、2017年にアメリカの外交大学院に入学し、国際関係学の修士学位を取得された後、スイスのジュネーブに本部のある国連難民高等弁務官事務所に障害担当官として入職されました。先の東京パラリンピックでは難民支援団とともに選手村に滞在し、彼らの支援に当たられましたが、ロシアのウクライナ侵略勃発後は直ちにウクライナに入り、現地での人道支援の任務に当たられました。現在はパリのユネスコ本部に派遣され、ウクライナに隣接する周辺国での難民支援のための活動を進められているとのことであります。国際交易のために働くことに憧れ、30歳を前に報道キャスターを辞めて海外の大学院に進み、そして今まさに目まぐるしく変化する不安定な国際機関の中で、国際情勢の中で、国際機関の第一線で難民支援のために働いておられます。青山めぐみさんがその活動の中でさらにどのような自己発言の旅を続けられていくのか、私も非常に楽しみにしております。この青山めぐみさんの場合のように、新たな出会いをもたらしてくれる最も良い方法の一つは海外へ出かけることです。皆さんの中には海外旅行の経験のある人も少なくないと思いますが、大事なことは、たとえ短期間でも海外の全く新しい環境の中で実際に日常生活をしてみるということです。私自身も本学の医学部を卒業後、当時インターンと呼ばれた臨床研究に入りましたが、機会を得て研修終了後すぐにニューヨークにある大学の研究室へ留学しました。この研究留学は学生時代にたまたま読んだ一冊の免疫学の教科書に見入られて、医学部の研究室を訪ね、見よう見まねで実験をさせていただいたということがそもそものきっかけでした。当時の私は物理や化学の実験が大の苦手で、自分は実験科学には絶対向かないと思い込んでおりました。しかし初めてトライした生物学の実験が実に面白く、性に合っていることに気がつきました。こうして実験にのめり込んでいるうちに、これもたまたま日本の学会に招かれて来日していた
後に私の生涯の師となる先生に出会う機会を得て、その先生の研究室に留学することになったわけです。結局私は20代の後半の丸3年をニューヨークの街中で暮らすことになりましたが、そこでの日々の生活はそれまでとは全く違うものであり、文字通り日々新しい出会いの連続でした。それまでどちらかというと内向的な性格だと自分で思っていましたけれども、ニューヨークの研究室ではデータマシンというニックネームで呼ばれるほど実験に明け暮れ、さまざまな国から来ていた多くの若い研究者とはいつもけんけんがくがくの議論を繰り返したものです。そのうちの何人かとは今でも緊密な友人関係が続いています。私の場合もすべての始まりは学生時代の一冊の書物との出会いであり、それがなければ私の自己発見はなかったかもしれません。またそれを契機に訪れた当時としてはかなり冒険的とも思われた20代半ばでの海外留学に思い切ってチャレンジしなければ、その後の私の人生も大きく違ったものになっていたように思います。皆さんにもぜひともチャンスを捉えて海外での生活を経験されることを強くお勧めしておきたいと思います。若ければ若いほど得られる将来へのアスピレーションは大きいことでしょう。ちなみに私は学生時代以来の赤や青の鉛筆で無数のアンダーラインでボロボロになったその書物を今も本棚の真ん中に置いております。これから先の皆さんの長い旅の道のりは決して道のりの見晴らしのいい一本道とは限りません。むしろ先の全く見えないたくさんの曲がり角が待っていると思います。そこで毎年の卒業生と同様に皆さんにも新しい旅立ちに向けて、100年以上前に発表されたカナダの小説家ルーシー・モード・モンゴメリーが赤毛のアンの主人公アン・シャーリーに語らせた言葉をお送りしたいと思います。 I love bended rose. You never know what may be around the next bend in the road. 私は曲がり角のある道が大好きだ。次の角を曲がったら一体どんな景色なのか、どんな人と出会い、どんな出来事が待っているのか、ワクワクする。この大河小説の底流に一貫しているのは、人生と自然への自由で尽きない好奇心と他者への限りないエンパシー、そして底抜けに明るい楽観主義であり、不遇な少女時代を過ごしたアン・シャーリーのこれから出会うかもしれない素晴らしい人たちやさまざまな新しい出来事への期待と興奮が感じられます。これから皆さんの長い人生にも多くの曲がり角が出てくると思いますが、必ずしも近道や最短距離を歩く必要はありませんし、回り道や遠回りをすることを恐れる必要もないと思います。繰り返しますが、本日の卒業式は新しい人生のコメンスメント、つまり始まりです。これから皆さんが進まれる道がさらなる研究への道であれ、実社会での新生活であれ、私は皆さんに健全な批判的精神と他者への繊細な共感、そして自由で底抜けに明るい楽観主義を備えて自立した社会人として力強く羽ばたいていかれることを心から期待して、私からの祝辞に変えたいと思います。本日は誠におめでとうございます。令和6年3月26日京都大学総長湊長博。一同ご起立願います。礼。これをもちまして令和5年度京都大学卒業式を終わります。一同ご着席願います。
ご来賓、総長、理事、部局長はご退場願います。